くれましたか、騎士さん。アルバイトよろしくお願いしますね。今日はカルミナの仕事じゃなくて仕立て屋の方のお手伝いをお願いしたいんです。染料の素材を取りに。で、騎士さん、どうしてそんなにニコニコしてるんですか？何かいいことでもありました？仕方なく頼んでるだけですよ。もちろん引き受けてくれたことには感謝しますけど、とにかく早く出発しましょう。細かい説明は歩きながらするので。実は今度ランドソルコレクションというショーに出るんです。有名店から個人店まで参加する大きなファッションショーなんですよ。普段はそういったショーには参加しないんですが、仕立て屋の方は宣伝する必要もないですし、最近だとカルミナの活動だってありますから。この間のカルミナのライブで衣装を褒めてもらえて、やっぱり自分が作った服を見てもらえるのって嬉しいなって思ったんです。私は自分の作った服をいろんな人に見てほしいんです。私の服は着た人たちの日々の暮らしにささやかでも輝きを与えられるはずですから、辛い時や元気のない時でもこの服を着たら少しだけ明るくなれる。それってすごく素晴らしいことだと思うんです。こんな話騎士さんにしても仕方ないし、別に気にしなくていいですよ。それよりお仕事をこなしてくれればいいですから、しっかり働いてくださいね、騎士さん。相変わらず呆れるくらいにやる気満々ですね。まあそれが騎士さんのいいところなんでしょうけど、とにかくあまり時間もないのでサクッと終わらせちゃいましょう。やることはまだまだたくさんありますから。ショーに出す服のデザインはまだ考え中だし、レイ様にどうやってモデルを頼むかも考えないといけないし、今日だって本当ならレイ様に、いやさすがにこんな仕事は頼めないかな。その分騎士さんなら気楽に頼めていいのかも。そうですね。ほらのんびりしてたら置いてっちゃいますよ。着きました。ここに騎士さんと来るとなんだか出会った日のことを思い出しますね。あの時と違って今度は教えなくても大丈夫ですよね。試しにこの辺りの木で。あれおかしいですね。こっちには、ここにもない。確かにこの木なんですけど実が全然見当たりません。それは茎だけですか？実が取られてる。どうやら他の仕立て屋さんが先に取っていっちゃったみたいですね。普段こういったショーに参加しないので知りませんでしたが、もしかしたら出遅れたのかも。まずいですね。これはかなり念入りに探さないと。騎士さんは向こうをお願いします。ここにもない。あっちの木はまだ熟してないから使えないし、こんなに念入りに探したのに一つも見つけられないなんて。だいたいみんな取りすぎ。他の人のことも考えてほしいな。まったく。文句を言ったところで仕方ないし、そろそろ騎士さんと合流しておこう。騎士さん、そちらはどうでしたか？そちらもダメでしたか。私の方も見つけられませんでした。仕方ありません。もうすぐ日も落ちますし、諦めて帰るとしましょう。素材は取れませんでしたが、報酬はちゃんと。でもこれ以上探してたら夜までに帰れるかどうか。それだとアルバイトの予定時間を過ぎちゃいますし。染料なら心配しないでください。雑貨屋さんで売ってるかもしれませんし、手に入らないわけではないと思いますから。で、騎士さん、なんでさらに奥の方へ？もうわかりました。では過ぎた時間の分は報酬を上乗せします。変な借りは作りたくないですから。え、上乗せ分はいらない？
でもそれじゃあ、私のためにですか？どうしてそんな。そっか、騎士さんは報酬が欲しくて手伝ってくれているわけじゃないんだ。私の助けになりたいから頑張ってくれてる。もしかしたら仕事じゃなくても手伝ってくれるのかな。でもとにかく残業分もきちんと払います。やっぱり騎士さんには気持ちを素直に言えない。もう少し奥の方を探すんですよね。まだ向こうの方は。誰かいないのか。今の人の声、助けを求めていたような。そうですね、何があるか分かりませんから慎重に行ってみましょう。この辺りだと思うんですが。助けてくれ。糸に捕まって動けないんだ。うひゃー、びっくりした。それは魔物の糸ですか？ああ、よかった、人が来てくれて。染料を取りに来たら魔物に遭遇しちゃって。同業者の方でしたか。そういえば見たことがあるような。木の実を全部取ったのはあなたではないですよね。違う、俺が来た時にはもうほとんどなかったんだ。だからいつもより奥に入ったんだけど。そこで魔物に遭遇したんですか。危ないですよ、森の奥に一人で入るなんて。ああ、それで助けてもらえないだろうか。あ、ごめんなさい、今その糸をほどきますね。よっ、ふー、これ結構頑丈な。普通の魔物の糸じゃないのかな。というかこれ丈夫なだけじゃなくて手触りもなかなか、かなり上質な糸みたい。糸のことはいいから早くほどいてほしいんだけど。あ、すみません。ここをほどいて。あ、騎士さん、こっちを持っててください。待ってくださいね、力任せに引っ張るとちぎれちゃうかもしれないのでゆっくりほどいていきますから。ふう、ようやくほどけましたね。助かった、ありがとう、二人とも。いえいえ、通りかかっただけですから無事で何よりです。そういえばさっき同業者って言ってたけど。ええ、私も染料になる実を探しに来たので。そうなのかなと。この辺りにもありませんでしたか？だったらそのこれを。これ染料の実じゃないですか。いいんですか？ああ、少しだけどお礼にもらってほしい。今日のところは俺はもう帰るとするよ。大丈夫だと思いますけど、帰り道も気をつけてくださいね。染料の実、手に入っちゃいましたね。しかも成果はそれだけではないです。ほら見てください、この糸、きっといい素材になりますよ。騎士さんも丁寧にほどいてくれたおかげでかなりの長さが手に入りました。二人で来て正解でしたね。さあ私たちも帰りましょう。はあ、なんとか戻ってこられましたね。騎士さんも遅い時間までありがとうございました。それでできたらまた手伝ってほしいけど、なんて伝えればいいのか。騎士さんなら仕事として頼んだら絶対に手伝ってくれる。でもどうせなら仕事じゃなくても。ってこれじゃまるで騎士さんのことが。私にはレイ様がいるのに。
別に私は騎士さんのことなんて何とも思っていませんから。今日は本当にありがとうございました。報酬はきちんとお渡ししますから。それではお疲れ様でした、騎士さん。ソロコレクションに応募したのはいいけど、参加する部門が細かく分かれてたのを気づかなかった。しかも間違えて男性の部に応募してたなんて。申請し直すのは間に合わないみたいだし、男性部門じゃレイ様にモデルを頼めないし、デザインだって考え直さないと。というかこんなことを頼める人なんて騎士さんくらいしか。って、また仕事を頼んだら、まるで私が騎士さんに会いたがってるみたいじゃない。はあ、なんだろう、意識しすぎなのかな。うわぁ、騎士さん、なんでこんなところに。いえ、それよりもいつからそこに。今の聞いてませんよね。浮かない顔してたから気になっただけ。そうですか、それならよかった。危なかった、考え事口に出てた。騎士さんは配達の仕事中ですか。だったらほら、そっちを急いだ方がいいと思いますよ。私のことは大丈夫。というか騎士さんに心配されるようなことじゃないので、さあさあお仕事頑張ってください。びっくりした。なんでこう騎士さんのことを考えてるタイミングでぴったり出てくるかな。っていうか、せっかく会えたんだから頼めばよかったのに。なんで変に意識しちゃうんだろう。はあ、とにかくモデルのことはさておき、まずはデザインだけでも考えないとだよね。男性の服なんてあまり考えたこともないから、どこかにちょうど良さそうな人がいれば。そういえば騎士さんって体格は少し小柄だけど、筋肉もほどほどだし、デザインの参考になるんちゃ。それに知ってる人の方がいろいろと確認しやすいし。これは別に騎士さんにモデルを頼むために後をつけるんじゃなくて、ショーのためですから。って誰に言い訳してるんだろう私。それより騎士さんは確か向こうに。よし、追いついた。伊達にレイ様を追いかけてるわけじゃないし、こっそり後をつけるのも朝飯前。それで騎士さんはなんかおばあさんと話してる。あら、ごめんなさいね、荷物動かすの手伝ってもらっちゃって。相変わらず人助けしてるみたい。ちょうどいいし、しばらく観察しよっと。こうしてみるとやっぱり頼りない。じゃなかった、見るのは印象じゃなくて体格だよね。身長は成人男性の平均と比べると少し低め、でもかえって相手に威圧感を与えない良さがあって。あ、荷物運んであげてる。結構重そうなのに。胸板や足を見る限り筋肉は平均的だけど、意外に力はあるんだ。困ってる人のことすぐ助けに行っちゃうんだよね。頼りなく見えるけど本当は優しくって。ってだから服のデザインに内面は関係ないのに。見てるとつい思考がそっちに。とりあえず騎士さんの体型は大体分かったし、あとはどういう服がいいのか考えないと。というか騎士さん、配達の仕事のことを忘れてるんじゃ。あ、ようやく動き始めた。そうそう、ちゃんと配達を。あれ、あそこが配達先？ずいぶんと近くに。お洋服買ったばかりなのに。
服を汚しちゃって、すぐに拭いてあげないと跡が残っちゃいそう。で、騎士さんではマントをハンカチ代わりに、そんな使い方をするためのものじゃないでしょう。でも自分の服が汚れても全然気にしないんだ。騎士さんはそういう人だもんね。ああいう人に着せる服ならデザインだけじゃなくて動きやすさや生地の丈夫さも考えないと。悔しいけどなかなか勉強になるのかも。騎士さん次はどこに？さすがにそろそろ配達に戻るのかな。いくら人助けだって寄り道ばっかりしてたら配達の仕事にならないよ。そろそろ思い出さないと。って、また困ってる人のところに。何なのあの人、放っておけないにも程があるってば。確かに人助けを率先してできるのはいいけど、これじゃあいつまで経っても配達が終わらないでしょう。まあ困るのは騎士さんだし、私はゆっくり観察ができて好都合だし。もう本当に仕方のない人ですね。次に騎士さんが通るとしたらこの辺りのはず。先回りして困っている人がいたら助けておこう。まったく、どうして私がこんなことを。でもあんな風に人を助けられる騎士さんならきっと私の頼みも。ってだからあの人はレイ様につく悪い虫なんだってば。仕事の手伝いも仕方なく頼んでるだけだし、向こうだってアルバイトだから引き受けてくれるだけで。それなのにどうして。仕事だけの関係って考えるとちょっと寂しくなるんだろう。え？もしかしてカルミナの紬ちゃんですか？いえ。やっぱり間違いない。俺カルミナのファンなんで遠くからでも分かりました。もう少し声を。カルミナのメンバーがいるの？ほら、あそこにいるの紬ちゃんじゃない？本当に握手とかしてくれるかな。でもいきなり頼んだら失礼かも。まずいな。あんまり騒ぎになると後でプロデューサーに怒られる。よく言われますけど他人の空似というか。いやいや、そんなわけないでしょ。まさかこんなところで会えるなんて。逃げた方がいいかな。でもファンのみんなに冷たくするわけにも。私はちょっと用事があって。なんだなんだ。カルミナの紬ちゃんがいるんだよ。人が集まってきちゃった。どうしよう。いきなり手を握って。誰で、騎士さん。はい、ごめんなさい。皆さん、また今度ライブをやるのでぜひ見に来てくださいね。せっかく紬ちゃんと会えたのに。もう行っちゃうの？ごめんなさい。助かった。騎士さんが手を引っ張ってくれてなんとか抜け出せたよ。手を引っ張って。ちょっと、いつまで握ってるんですか。もうここなら人もいませんし大丈夫ですから。いえ、ここは怒るところではなかったですね。その助けていただいてありがとうございました、騎士さん。それと仕事の邪魔をしてしまってごめんなさい。それはファッションショーのために人を見ていたといいますか、モデルを探していまして、レイ様に頼もうと思っていたんですが、ちょっとした手違いで男性のモデルが必要に。いえ、騎士さんにお願いしたかったわ
わけではなくて。あれ報酬の話もしてないし、これって仕事じゃないのに引き受けてくれてる？でもモデルも大変なんですよ。そんな簡単に引き受けていいんですか？ガッツポーズをされても本当に分かってるんですか？そこまでやる気なら任せてもいいですけど。はい、本当の本当に本当にお願いしていいんですか？後悔とか今さら辞めたとかはなしですからね。騎士さんに手伝ってもらえるんだ。男性部門のファッションなんて全然自信なかったけど、ちょっとだけ頑張れそうな気がしてきました。あれこれ思い悩んでないで、もっと早くお願いすればよかったかも。よし、騎士さんを中身だけじゃなくて外見もバッチリかっこよく見せないと。表情が晴れてる？それはきっと気のせいですよ。騎士さんのおかげでは決して断じて絶対にないですからね。すみません、騎士さん、モデルだけじゃなく買い出しまで手伝ってもらっちゃって。あれからいろいろと考えていたらアイデアがたくさん湧いてきて、試作品を作ってたら素材が足りなくなってきちゃって。いやー、男性の服を考えたり作るのって意外に楽しくて。あ、騎士さんの服だから楽しいってわけじゃないですからね。レイ様の服だったら不眠不休で作り続けられる自信がありますから、今回はさすがにそこまでは。それはもちろんです。ただ少しだけ悩んでるところもあって、やっぱり舞台の上に立つことを考えるとデザインも奇抜さが必要なのかなと思ってて、ショーを意識するのは悪いことではないと思うんです。でもうちはそういう方向性を売りにしてないし。ねえ、騎士さん、ちゃんと聞いてますか？騎士さんが着る服なんですから。あれ？なんだか逆光で騎士さんの顔が。こんなに日差しが強かったでしたっけ？というか、日差しというよりも騎士さんが光って…うやあ、来た来た。やっぱりいつもと変わらない冴えない服装ですね。いいですか？100歩、いいえ1万歩譲ってレイ様と一緒にお出かけすることを許しますが、そんな服じゃレイ様に恥をかかせてしまいます。ですから今日は私が服を見繕うために来ていただいたんです。団地でデートではありませんから、そのつもりでいてください。さ、それでは早速洋服屋さんへ行きましょう。ジャケットで大人っぽい感じもいいですね。だけどあんまり背伸びして見えるのはちょっと。とにかくいろんな服を着て試してみましょう。あ、このシャツなんていい色ですよ。試着してみませんか？着てみないとサイズが合うかどうかわからないですからね。何ですか？私も試着室の中までは付き合えないですからね。着れましたか？うん、悪くないですね。あ、待ってください。襟のところが少し曲がってます。こういうところをちゃんとしないとせっかくのコーディネートが台無しになっちゃいます。ほら、動かないでください。これでよしっと。これだと少し大人しすぎるかも。中は T シャツを合わせてみましょうか。あ、下はこっちでお願いします。うんうん、だいぶ明るい印象になりましたね。じゃあこれにする？何言ってるんですか、これからが本番です。他のお店も見てみましょう。
ここのお店も良さそうですかね。程よくカジュアルなデザインが多いです。今度はラフなチノパンに合わせてみましょうか。このコーデで試着してもらってもいいですか。よし、これで雰囲気を確認したら次はこれを試着してみましょう。理想のコーデに出会うまで諦めたらダメですよ。こうして男の人の服を選ぶことなんてなかったし、なんだか新鮮で楽しいかも。他にはで、ここは女性服の売り場か。あ、この色かわいい。試着を待ってる間にちょっと見てみようかな。ふむふむ、そんなに広い店じゃないけどいろいろ揃ってるんだ。あ、この服レイ様に似合いそう。こういうシンプルでかっこいいデザイン憧れるな。私が着るにはちょっと身長も雰囲気も合わないけど、着こなせたら素敵だろうな。ヒール高めの靴にして髪をまとめたりしたらどうかな。アクセでバランス取ったり小物で色味を。やっぱり無理だ。着てる自分が想像できないもん。あ、これですか。こういう服いいなって思ってたんです。ほら、あんまり着ないタイプだから憧れっていうか。って、これは騎士さんのために選んだわけじゃないですよ。女性ものなんですから騎士さんじゃなくて私の。ご試着ですか。そちらお客様にぴったりだと思いますよ。今のお洋服と印象も変わってきっと新鮮です。いえ、これは見ていただけで。騎士さん、きっとお似合いだと思いますから、ぜひ試着してみてください。彼氏さんも喜ぶと思いますよ。はい、この人は彼氏じゃないです。そうなんですか。お似合いに見えたのでつい。それは、騒いじゃってすみません。じゃなくて、その試着室をお借りしますね。はい。つい勢いで試着室に入っちゃった。今さら着ないのもおかしいし。ここまで来たら着てみるしか。騎士さんの服を選んでただけなのにどうしてこんなことに。どうですか。レイ様には似合うと思いますけど、私には。はいはい、分かってますよ。服が可愛いってことですよね。でもこの服は可愛いっていうよりは綺麗とかそういう感じだと思いますけど、なんていうか大人っぽいというか。こういう服に憧れはありますけど、私にはあまり似合わないというか。いえ、もちろん嫌いとかではないんですよ。でも普段こういうのは着ないので。無理に褒めてもらわなくても気にしませんから。本当ですか。そっか、私ちゃんと似合ってますか。そっか。お世辞とかじゃないですよね。そもそも騎士さんがそんな気の利いたことを言えるわけないですし。それにほら、騎士さんのファッションセンスも特別いいってわけじゃないですから。だから別に気にしてはいなかったですけど。ありがとうございます、騎士さん。これはあれですよ。騎士さんが素直に褒めてくれたから、一応こっちも素直にというか。もうなんだかこっちが恥ずかしくなってきちゃいましたよ。とりあえずもう着替えますからね。一時はどうなるかと思いましたが、なんとかお出かけ用の服は見繕えましたね。いいですか、今日買った服レイ様と一緒に出かける時までは大事に扱ってくださいね。そのために買ったんですから。
相変わらず返事だけはいいですね。まったく、私が試着した時もそうですけど、本気で言ってるのかよくわからないんだから。その騎士さん、本当に似合ってましたか？本当の本当に似合っていたかというよりは、客観的な意見が欲しいと言いますか。やっぱり不安なんです。自分のことだとよくわからなくて。そんな風に見えたんですか？好きな服を着て輝いてちょっと嬉しいです。ああいうのは着たことないからって避けてましたが、好きな服を着るってすごく大事なことなんですね。今までは似合うかどうかばっかり考えてたけど、着る人の気持ちも大事ってことなのかな。なんだか騎士さんに教わった感じがして悔しいです。でもその今日は騎士さんのおかげで、そのうわぁ、これは別に何でもいいでしょ。そう、気になってたアクセです。で、なんでそんなにニコニコしてるんですか？お出かけ楽しかったねじゃないんですよ。私は何とも思ってないんですから。はい、お疲れ様。あの袋のサイズでアクセサリーはちょっと無理があると思うけど、まったくつむぎちゃんは素直じゃないわね。デートって認めちゃえばもっと気楽になれると思うんだけど、ま、そしたら今度は別の気持ちが生まれちゃうのかもね。だけど好きなことには真面目なところも彼女のいいところよね。好きな服に接してるときはとてもキラキラ輝いて見えたわ。でもあの子は苦労してるみたいだから、少しでも本音を言えるようにあんたも頑張んなさいよ。というわけで今日はここまで。それじゃあまたね。あれここは、まさか寝ちゃってた？昨日遅くまでデザイン考えてたからでしょうか。騎士さんも寝てたんですか？まさかとは思うんですが、騎士さんも買い物をする夢を見ましたか？やっぱり見たんですね。前にもこんなことがあったような。まあ考えても仕方ないですよね。どうせ夢を見るならレイ様に出てきてほしかったんですが。ところで何の話をしていたんでしたっけ？服をどうするか悩んでるって話をして。いえ、そうですね。騎士さんはどんな服が着たいですか？デザインでもいいですし、着心地や想像でもいいので、何かあったら聞かせてほしいです。その人が着たい服を作るのがやっぱり一番いいと思いますから。そこに私が着せたい服のイメージを重ねたらいい服ができる気がするので、お願いします。なるほど、動きやすいのが一番いいと。普段仕事で走り回ってますからね、騎士さんは。シンプルで頑丈で動きやすい服、私の目指す服と同じですね。他には何か必要なものはないですか？私が作った服なら何でも嬉しいですけど、今回はあまり参考になりませんね。でもおかげでイメージが湧いてきました。なら生地もちょっと変えて、他にもいろいろ買わないといけませんね。騎士さん、すみませんが、もう少し買い出しに付き合ってください。私が楽しそう？またそんなこと言って。でもありがとうございました。騎士さんのおかげでいい服が作れそうです。
大きなショーだけあってすごい人の数ですね。でもステージや観客の人たちを見ていると違う意味で体が反応しそうになりますね。今日はアイドルじゃなくて仕立て屋として来てますし、変に注目されないように気をつけないと。おや、そこにいるのはつむぎさんじゃないですか。お久しぶりですね。あなたは平凡な平民の服を作るあなたとは違う高級服の仕立て屋ですよ。今日はメンズ服のショーのはずですが、収支替えですか？まさか日程を間違われたわけじゃないですよね？ああ、はい、忘れたくても忘れられないあなたですね。日程は間違えてませんのでご心配なく。覚えていていただけて光栄ですよ。おうおう、ではそちらの冴えない彼が今回のモデル。なるほど、確かに平凡さにおいては君のような地味な男がいいのかもしれないな。さすが紬さんはモデルを見る目がありますね。騎士さん、褒められてないから照れないでください。それでは私たちも準備がありますので、そろそろ失礼しますね。おやおや、私はちゃんと褒めていますよ。地味なモデルの彼もあなたの服もこの舞台には必要な小道具だ。私の高級な作品を引き立てるためのね。はあ、あの人苦手なんですよね。一応同業者なんですけど、あんな風にしょっちゅう絡んできて。前に彼のブランドの服の修繕を頼まれたことがあって以来ずっとこんな感じです。お客を取られたって言って、なんか変なことを企んでないといいんですけど。さあ、ショーが始まりますよ。私たちも出番までは時間がありますし、客席で楽しみましょう。私の服は確かにそんなに派手じゃないし、ブランド名で誰かに飛びついてもらえるような知名度もないけど、ちゃんと一生懸命作ったんだ。だからなんで手を握るんですか？もしかして騎士さん、私のこと心配してくれてる？はい、分かってます。さっき言われたことなんて気にしてません。ちょっと緊張してますけど、ステージに立つのは慣れてるつもりですし、別に騎士さんが心配するようなことじゃ全然ないですから。あんな人にどうこう言われたくらいで気落ちしたり自信をなくしたり不安になったりなんてしないですから。でも元気づけてくれてありがとうございます。騎士さんも立派なモデルですから、堂々としてくださいね。私の服を着ていれば怖いものなし。もうそんなこと言うなんて反則です。嬉しくなっちゃうじゃないですか。やっぱりちょっとだけ不安だったけど大丈夫って気がしてきました。私は大丈夫です。そうやって気にかけてくれる騎士さんがいてくれるから心強いなって。騎士さんってやっぱりそういうところが格好。あ、なんでもないです。私は何にも言ってないですよ。かっこいいとか優しいとか言ってないです。騎士さんこそ緊張して挙動不審じゃないですか。モデルなんですからしっかりしてくださいね。私の顔が赤い？騎士さんが急に手を握ってきたりするから。じゃなくて緊張してるから。ご連絡します。後半の部に出演する方は説明がありますので、出演前にこちらの方へお集まりください。あ、ほら呼ばれてますよ。騎士さん、早く行ってきてください。出演者への説明のようですから、私はここで待ってます。ちゃんと聞いてきてくださいね。ほらほら早く。はあ、あぶなあ。私、騎士さんのことかっこいいって言いそうになってた。
空気を吸ってこよう。よし、行ったな。追いかけるぞ。へい、兄貴、見つからないように行きやしゃ。ん？あそこにいる人たち、さっきの嫌な仕立て屋の取り巻き？あれ、なんでモデルでもないのに騎士さんと同じ方に行くんだろう。なんだか嫌な予感がするな。少し後を追いかけてみますか。で、こんなとこまで来ちゃったけど。うわあ！え、騎士さん！え、なんで隠れるんですか？何が起こってるんですか？説明は後。静かにするのは分かりましたから。待って、なんでこんな狭いところに。近い、近すぎますって。おい、隠れてないで出てこい小僧。そうだそうだ、逃げても無駄だぜ。え、あの男たちに服を狙われてる？それで今隠れてるんですね。なるほど。戦ったら服を汚しちゃうかもしれないし、持っていかれても困るし、話し合っても通じなさそうだから、とりあえず逃げて隠れたっと。確かにあいつら乱暴そうですもんね。だけどあなたたち、私の作った服に何の用があるんですか？おい、なんだこの女。俺たちが用があるのはその後ろの男の服なんだよ。やりたくてやってるわけじゃないが、こっちも仕事でな。悪いが引っ込んでてくれ。嫌です。私はこの服を作った仕立て屋です。誰だか知りませんが、私の作品を渡すわけにはいきません。おい兄貴、なんか展開が違くねえか？ボスに聞いた方が。ボス？やっぱりあなたたちは。なかなか戻ってこないと思ったら、何をもたもたしてるんですか？ショーが始まる前にそいつの服を始末しろと言ったでしょうか？やっぱりあなただったんですね。私に対する嫌がらせでこんなことを。嫌がらせだなんて人聞きの悪い。ただあなたの作品をもっとこの舞台にふさわしい形に変えてあげようと思いましてね。私の高級メゾンの服と並ぶためには、あなたの地味な服はもっとみっともない方がいいでしょう。あなたの数少ない客がため息をついて失望する程度には、あなたが私から奪ったお客様を取り返さねばなりませんからね。奪った？言いがかりも大概にしてほしいですね。すぐに穴が開くような粗悪品を高値で売ったりして、しかも修繕代金も高額となればお客さんが離れるのは当然です。その上、私に逆恨みして騎士さんの服を狙うなんて、あなたは仕立て屋失格です。この地味な仕立て屋の分際で偉そうな口を。そんな地味な仕立て屋に顧客を取られたと騒いでいるのはどこの誰でしょうね。うるさい。おい、お前たち、例のものを使うんだ。あ、例のブツ？あと、この薬のことか。いざって時に使えって言ってたけど、こりゃ何なんだ。繊維だけを溶かすという希少な魔物の体液ですよ。面白そうじゃん。服だけが溶けるなんて、そいつは恥ずかしいだろうな。その通り。ボロボロの最新ファッションで惨めにランウェイに立つがいい。それが地味な仕立て屋と冴えないモデルのダサいペアにはお似合いでしょうからね。さあやってしまいなさい。カニ
ませんね。騎士さんをバカにしないでください。騎士さんは冴えない男なんかじゃないです。今も私のために必死に頑張ってくれてたんですから。それをダサいって言う方がよっぽどダサいです。誰かのために頑張ってる人はいつだってかっこよくて素敵なんです。私の服はそういう人を輝かせる服です。あなたには絶対に作れないでしょうけど。うるさいうるさい、もう我慢ならんぞ。おい、ぼさっとしてないで早くやれ。おお、お嬢ちゃん悪く思うなよ。恨むならボスを。おい何してる。薬をかけるのは男の方だろう。あ、しまった、間違えた。え、こっちに瓶が。はい、私は何ともありません。騎士さんは大丈夫ですか。魔物の体液だなんてかぶれたり怪我とかしてないですか。私の邪魔をするからこうなるんだ。お前ら行くぞ。まだ他にも妨害しなくちゃいけない相手がいるからな。あいつらまだ他にも妨害工作をする気。止めなくちゃショーがめちゃくちゃにされちゃう。でも騎士さんのことも放っておけない。どうしよう、私一人じゃ捕まえるのは無理だよ。だけど騎士さんだったらこういう時どうする。きっと諦めたりしないはず。そうだ、私は騎士さんやレイ様みたいになりたい。あんな風に自分も誰かを助けられるように。私も助けられるだけじゃなくて誰かの力になれるようになりたい。いつも誰かを助けてる騎士さんの隣に立てるようになりたいんです。あ、憧れとかじゃないですけどね。別に騎士さん、はい、あいつらのちっちゃな見栄のためにみんなが頑張って作り上げるショーをめちゃくちゃになんてさせません。この力は騎士さん、いつもと同じ、うん、もっと強い力で支えてくれてる。これなら相手が何人いようが関係ない。ありがとうございます騎士さん。さあ覚悟してください。てぇー、うわっ、 なんだこれは。 お前たちどうにかしろ。私が逃げるまで時間稼ぎを。この場からは一人も逃がしません。とりゃなんだこの糸。さっきの薬で溶かせば。こんな糸ちぎってやろ。うだったらナイフで。無駄ですよ、騎士さんと私の糸は簡単には切れたりしないです。もちろんその変な薬に溶かされたりもしません。あなたたちはナイトメアに突き出します。そこでこってりと絞られてきてください。ショーが終わる前に戻ってこられてよかったですね。どうして騎士さんが謝るんですか。大丈夫ですよ、確かに所々溶かされちゃいましたけど今から直せばきっと間に合います。むしろ前よりも騎士さんが輝く服にしてみせますから。それにいつも助けてくれてありがとうございます。今回も素材集めからモデルまで引き受けてくれて本当に感謝しています。私のために頑張ってくれる騎士さんの姿はとっても素敵でかっこよかったですよ。
まあレイ様の方がずっとずっとかっこいいですけど、はい、服の修理もバッチリです。一緒に森に行った時に見つけた魔物の糸を使ってたから被害が少なくて済んだみたいです。さあ急いでください。あんまりゆっくりしてると本当に参加できなくなりますよ。もう騎士さんたら、あんな真顔で見つめてくるの恥ずかしいじゃないですか。おかげでまた遠ざけるようなこと言っちゃったし。でも騎士さん本当にかっこよかったな。いつもと同じ背中でも今は少し大きく見えます。まるでレイ様みたいで、でもちょっと違ってて、レイ様のことを考えるとドキドキするけど、騎士さんのことを考えるともっと胸が締め付けられるような。まさか私が騎士さんのことを。遅れていたモデルの方が到着したようです。それではステージの上にどうぞ。あ、ギリギリ間に合ったみたいですね。で、こっちに手を振ってないでちゃんと服を披露してください。まったく仕方のない人ですね本当に。風と共に。今なら理想の服が作れる。